コルディラーナは、イタリア共和国、ベッルーの県に位置する、ドロミーティの標高2452メートルの山で、ある、ファルツァーレゴ峠の約4.5キロメートル南西に位置する。主なピークは、南東側から、パネトーネ、カペロディナポレオーネ、コルディラナ、シーマシフ、コルデラローダ。山頂にある戦争メモリアル教会第一時対戦中、コルディラーナは、イタリア王国と、 オーストリア・ハンガリー帝国の戦場となった。北方への通路であるファルツ・アレゴ峠を確保するために、イタリア軍は周辺の山を制圧する必要があった。1915年11月8日、イタリア軍はコルディ・ラーナ頂上をオーストリア軍から奪取したが、翌日、相手方の強撃作戦により奪い返された。1916年、イタリア軍は、 手動の掘削機を使って音を立てないように山頂に向かってトンネルを掘り始める。オーストリア軍はポルドイ峠からの観測によりこれを察知し、カウンタートンネルを掘って1916年4月6日に爆発させた。しかし、イタリア軍のトンネルから遠く、被害を与えることはできなかった。1916年4月17日23時30分、イタリア軍は山頂を爆破。 オーストリア軍は兵士の半分が約1万トンの岩の下敷きとなり、両線の北西約1キロメートルのシーマシフに撤退した。1917年10月21日、オーストリア軍は両線を幅80メートル、深さ35メートル爆破し、それ以上のイタリア軍の進攻を阻むことに成功した。ありがとうございます。